タートいたしました。配信リスタートいたしました。大丈夫かな。確かになんか右下にねフレーム落ちが検出されましたって出たんで。おお。あの白兄さんの立ち中キック1段目アッパカはね減らないっすよ。2段目のタイガー兄かアッパカの方がいいんじゃないですか。ジャッキック強アッパカで安定ですね。人来ないっすね。もう取り終わっちゃいましたか。やっぱ僕が抜けるしかないかな。ネイピーでしょ。無理やり参加できそうな人もいないんで。全員いるな。いないですね、はい、僕抜けますすみません。もう一人来たら問答無用で組み込んで僕が入る。言ってもなぁ、 1P と 2P で1キャラずつ出たらいやまあそういう問題じゃないんですけどね。もうにニカさんが1人目に取られたっていう話なんで。 1P と 2P で1体ずつ出るっていう話がねもうかん本気でやるけど それでもどっちにポイント入るんですか。確かにポイント計算よくわかんないことになりますどっちチームなんだっていう、ね、これもう全部決めるんすか順番。時間かかるかな。
井さんやろう。今順番決めやっておりまーす。というわけで皆さんの試合これでストップでお願いします。なになになに、な何か変なこと考えてません？予想が当たった人にポイントが入る。勝つ方を予想して当たったら3点、外れたらマイナス2点じゃないですか。はい、順番決めやりましょう。じゃあ呼んできますよ。ワンピー側がヒデ、鈴鹿、ハッピーエンド、テ、バイパー、シュー、ネモ、2回転、シノニー。リーダーはバイパーさんです。2ピー側が、福山、破天荒、ユーズル、イロハ、トネピー、草、機械、グッチ、アゼ、コイド。移動が 2P 側です。リーダーは機械さん。順番決めみんなご協力をお願いします。マジストップしてくれよ。皆さん順番決めご協力を。 2P が結構集まってますけど、この辺で出たいかとか意見言ってもらえれば。今日は2キャラ持ちでいきます。人数に差がありますが、これは小江戸さんが遅刻したせいです。向こうが多い。大丈夫。小江戸さんはね、2P 側。
ベガとか危ないですよ。あだけどね、これね、レモンクラブがレモンクラブが出はい、現在順番決め中でーす。配信画面大丈夫ですかね。相変わらずローカルで止まっちゃってるんで。今日は NVC2 ランバとの東西線形式でございます。現在順番決めをしているところです。決めてサクサク始めましょう。決まったらカウンターに持ってきてください。
さあただいま 1P2P 順番決まって今用紙に出しているところですので皆さんもう少しお待ちください。さあ今日は、小江戸さんが少し遅れてきたので人数差のある東大戦。あーなるほど、ペコさんはもうここに到着する頃には東大戦が東大戦っていうかまあ終わってるから行かない着。あ、皆さんこんばんは、ヒデチュンリーです。さあちょっとテンヒディヒディジェイってちょっとではで今日はヒデ DJ じゃありません、ヒデ流です。安定の一番手なんでまあどれだけ動けるかっていうところですかね、僕としては。まあここ最近ちょっと竜触ってるのでまあうまく動ければいいかなっていうところですかね。さあでは、ボードが来たのでやっていきましょう。 1P が僕ですね、 2P が誰だろう。スーピーが福山ベガー、ベガ戦やったことないんだけど。というわけでやっていきましょう。あ、剣もねちょっと頑張ってます最近。さあ始まりますよ。はい、もう座ってる。じゃあいいっすね、どうぞ始めてください。はい、いつものゆずる2回転でございます。ゆずる2回でお送りいたします。 1P 側はヒデ流、 2P 側は福山ベガ。これ初めて見ますね。なんだかひどいぞ、ひどいぞ、ひでえ竜。まず、はい、膝、手本とする人を間違ってる感がありますね。そうですね。波動じゃない、まあ、2人ともサブキャラ使わない勢なのでこんなもんかなと思いますけども。さあ真空を飛ばれて昇竜拳がなぜか後ろに出る。なんか全部昇竜拳でごまかそうというこの心意気や、はい、よし。今のところカニを見ていないんですけど大丈夫ですかね。カニなしで、おおっとっと、あお、つながらない、つながらないけども、ヒデ君がこすっていた。ヒデ流って言われてますけど、ヒデ流ホバーが間に合わない。今日は18対20ですね。18対20、はい、あ、そうっすね。 1P 側の方がちょっと少ないです。はい、ただし一人現れたら追加されるという、はい、いや本当マッツーさんとか来たらちょっと恐ろしいんですよね。さあ、おお、真空、これは繋がんないぞ。中を繋げてスライディング、踏んづけらんない。あら、あいい問題、そらそうや、ハッピーエンダーさんぎ。なんか福山さん今聞いてますけど、今聞いてますけど、どうやってやるんだこのキャラと。あの技どのボタンですかぐらいの感じなんですけど大丈夫ですかね。あ、最近のバーサスはコマンド表ないですからね。え、最初はありましたっけ。最初は貼ってたんですよ、基盤入れ替えるために全部貼ってたんですけど、あ、めんどくせえな、誰も見ねえしと思って。そうですね、いろいろ載ってない時もありますからね。そうですね、
コマンド表に載ってない隠し技もありますからね。はい。お、実はこのハッピーエンドさん昔残儀使いでした。あ、そうだったかもしれない。聞いたことあるかも。古い話ですけど。相当古くないですか。10年以上前で。10年どころじゃないかな。そうですよね、うん、もう僕が会った時はもうブランカになってたんで。なってました。じゃあハイパーの頃にはもうなってたんですね。そうですよね。久しぶりに見ますが、はい、黄色パンツじゃなかったような気もする。うっと、スクリューちゃんと入って、割とあのヘイとかには、おお、ヘイでは見ますよね。アピエヌさんヘイ以外ではあんまりお見かけしてないんですけど、うん、お、これはハメラできるぞ。ボディ高め、出ない、回せないこれはブランクですね。投げる、めり込む、ゼロドット、おお、スライディング知ってはいる。あ、竜と同じ感覚なんですねめり込んでました。ハッピーエンド勝利。ペコさんがフーリガンの出し方最近知ったとか言ってますけど、え、まあなんかレッグとかタイガーニーとかフーリガンとかわかんないですけどね。あ、聞かれること多いですね。わかんないけど全部同じで出ますよね。ゼロスリーとかから入った人は、はい、昇竜キックでタイガー2が出ないって言ってこのゲームはどうなってるんだって言ってくるんですけど、あ、タイガー2入力って言ってもさ通用しないですね。あ、ゼロスリーにはないですか。いや、昇竜キックです。いや、こっちの入力がないですね。あ、ないですか。ないです。あ、まあバニシングも昇竜キックでしたっけ。昇竜パンチ。あ、そう、うん、あとヨガフレームが今でいうと逆ヨガですからね。あ、そうなの、うん、あ、まあそう、まあそうですよね。今はみんなそうですよね。カップエース入力だとね。おーっと、あ、そうそう、最近練習中の破天荒エスタート、うん、今日なんかやたらと青パン、まあ、いますよ。そうですね、いろはさんのS ガイルボコボコにしてましたさっき。おーっと渋い。まあ S ガイル S さが相当やばいですね。めっちゃ簡単にタイガーショット打てますからね。はい、2369ですね。そうです。お、ジャック惜しい。ジャックジャックか。役は減らないぞ。キャラ差がモルモリ出ている。おお、うわー、出してきた。破天荒勝利でこれで 1-2。 お、鈴鹿本田エッサガ本田だとさすがにエッサガですよね。普通に無理ですね。そうですよね。無理はでも言い過ぎなんですけど、X サガットだと、まあめくりがしやすいぐらい。X サガットの方がいいところはめくりやすい。三回露骨。これしかできないって言ってましたけど。お、お、見てから。あれ、オキアパカが一番正解に近いと思ってるんですよ。まあ、かなり手、やりづらいですよね。百貫って上りと下りに貼ってあるけど間がないんですよね。ああ、そこにアパカは、うわーっと、これしかやっていない。さあ、リバサが出なかった。すべてのコツ。次、イロハチュンリー。チュンリー、いやー、どうでしょうね。これは画面端を背負った方の負けまでありますね。お、まずは、お、これは合っている。貢献がでかいと文句言っているヒデチュンリー。
おーっとあった。さあ、膝さあまたまたこれしかやらない。おお。さあ、また繋がんないですよね、あれね。お、難しいですね。出る。チュンリーに安定するコンボは、まあ、張り手なんじゃないですか。決めたら壊し張り手ぐらいしかないですね。そうですよね。おお。これは。あ、あ、あ。これはこれはでも線ですが。あー。おお。さあ削ったゼロドット同士。おお。ガイルっぽい。さあ今草くんが必死に説明しているのが配信されてます。おーいちょって死ぬ、弱らない、死ぬそう、消える前に死にそう、壊しジャンプ強キックで飛んでるっぽいですね、どうやら。あ、中の方が先は強いですよね。中の方が強いですね。おっと、うわあ、めり込んだ。さあ1-1でふがふがめくってない。高めから大いちょうもいけないが百貫だけで削っていく。鈴鹿がリーチかけて大いちょう、ああ離してた、ダメだった。グッチウォーク、ちょっと早かったっすかね、グッチさん。さあグッチフォーク、これは本数に近いですよ。おお、読んでる、これはすごい。おお、なんだあれ。いいいいぞ。あれダルシムのチョップのつもりですね多分。ああ、なるほど、テクセってやつですね。回された。おっと、ふがふがして、おい、おお、これは危ない。ありえる、ありえる。ああ、前に歩かせて突っ込む。ああ、引っかかる。お、あそこでもドスコイ。さあ体力リードしたら待てますよと。頭突き体育、頭突き体育をされるとコングルダイブがしたくなる。頭突き減った、減る。減りますね、あれ。さあこのリードを大切にするのがホーク。守れんのか、突破一発分ですよ。鈴木さん、鈴木さんが 1P に入ります。お、そのコンドルが入る、出ない。 S ザンギがサブキャラ軍の最後に入って、 X ザンギがメインキャラの最後に入ります。お、いい。ブーさん、時間ないからあんま何もやなくていいよ。そう、おっと、意外と待ててる。これは若干ふがふが高い。やー、惜しい。最後まで見てた。さあ分かんないと言いながら、ケイさんの S 流。え、残機はいつ入れるんですか。最後、はいはいはい。さあ、で、S 流です。 S 流、おっと、繋がってないぞ。あ、チュンリー、チュンリーいきますか。はい、鈴木チュンリーがサブキャラらしいです。おっと、竜巻。なんか、なんか、なんかあるんすかね、あれ。あーっと、昇竜が出ない。詐欺止めは多分なってない、なってないと思いますよ。
恐竜確か4ですよね、フレーム。4フレですよね。フォーク？いや、竜の。竜は4ですね。4ですよね。だやっぱ普通に上半身に来てるのはなってないと思います。あー抜けてない。さあしかし竜も前には前に出方がわからない。下がっているぞ。まさかこれは危険。箱はやばい。あーしっかりしている。シノ兄さんのエッグサガト。いやーこれは大変そうです。シノニーのエッグサガト、この人も普段の試合サブキャラ使わない勢ですからね。そうですよね。さあしかし上は出る。エッグサガに一番近いキャラはやっぱエッグサガトですからね。おっと上り、おしっかりしてる。高めで食らってもちゃんと反応。あーつながらない。あれはつながらないっすよね。しゃがみサガットだとコンボ迷いますね。え、ここじゃないですか。はい、そうじゃないの。はい、さあしっかり落とす。アントビっぽくなって開封。さあアントビっぽくなってる。さあトマホークも当たりづらいんですよね。さあ鈴木さんが今急遽間を普通に決めて入れたようです。最初ではないということで、はい、そうですね。さあこれはダイヤシ決めて、さあ間違わない。あーっと間違ったか。おっと反応してる。うわー、あーゼノサイド下タイガー2回削り。おっと危ないぞ。わー上見てる。これからやっぱカット。まあ出ますよね。さあ今何番手対何番手だ。55星も一緒ですね。で人数も揃ったのでこれで5部ですね。人数的にも出てくるのはユーグル・ベガ。なんかベガがさ今日はなんか多いですね。首が多いですね。ベガブーム到来か。うわー出る。バックジャンプは釣りだった。うまい。バックジャンプの着地に飛びたくなる気持ちも。ぴょんぴょん飛んでるが落とせない。どうするこれ。お上タイガーはがしゃがんでたが、もう無理する必要が全然ないですね。ないですね。さあ一段だけで進んだが、おーやばい。これはやばいよ。どっち。おっナイトメア。あーケーブリーガードしちゃった。あれ今3ヒットを食らった後ってピオリーチですかね。中足ダブル2の後かなりピオリに近いですね。近い。じゃあまああれですかね、ランダム値が高ければピオる可能性高しと。ジャンプ攻撃だったらピオっちゃうっていうことが多いです。さあ試合の方は、おっとこれは各班ダブル2もらって、これはちょっとどうなんだ。おっと受け身がない。これは下タイガー上タイガーはしゃがんでるが、どうするどうするの。おーはあーの投げる。ごちゃごちゃにした。そしてアヘ顔ダブルピース。カメラ映ってるよ。さあ下タイガー、おっとこれはミドル。おお大きい。落ち強いな。うおっとショーパン入んない。入んないんだ。ちょっといいか。さあ下タイガー、おっと、おおわあ大惨事。 DJ じゃねえから。おっとまだあるのか。
太鼓いかない。おあああなんだこれなんだこれなんだこれスライディング好きすぎだろ。お互いに飛びまくって、おー、2位から引かん、おーい、おい、引かんない普通のノーマルアパカ。ゆうべがって言われてる。ゆうべがじゃないですね、名前似てますけど。はい、でもゆずべがにするともうそれはそれで存在する人になっちゃうっていうやつですね。呼びづらい。さあ、小江戸さんの龍、小江戸龍、さあ、シノニーがめっちゃいい動き。そうですね、同じようにやってますね。そうですね、X 下がってなるのに対応でかくて、 S 下がるときもそういえばめちゃめちゃ打つタイプではないので。あ、そうですね、はい、さあ、あまりそう、うん、あまり同じようにできるタイプの、うん、なんか羊さんっぽいな、それ。しかも硬直経験ちゃんとやってますね。これは結構使ってた系の拡張キックですね、うん、さあ、いやらしい。おー、勝利から中ゴス飛びが落ちない、シンクガード、わー、飛んでくる。いや、いい飛びっすね。さあ、開幕前に行くがシノニーがぴょんぽんしているのでなかなか捕まえられない。さあ、ジャンプ強キックが長いですからね。うまいな。さあ、厳しい、スパコンでフィニッシュ。三立て機械ベガ、あ、ちょっと見本お願いします。多分丁寧にやってカニとシタタイガーを相打ちに取っていくと、はい、サガットが自利品になるはずだったんですけど。そうですね、横でかなり長いリーチを生かした、はい、かなり遠目からでも多分入りますよね、あれ。でもね、動いた瞬間に立ちこキックをしたりすると上ショットだった場合に一本負けしてギリギリ飛んでるとですね、はい、それはありますね。遠距離戦でもヘッドプレスもあるしサイコクラッシャーもあるのでなかなか下が打てないですね。ああ、そうですね。さあ、危なげなくやってくれました。すごいですね、この組み合わせは。ダヤさんがユーベガさんをボコボコにしてたので非常に説明のできない話ですね。それはあれなんでだろう、すべて読まれてます、すべて読まれ、おわっと野口、あー、わー、ライトメアジャンプ中パンチ止めたのは機械。あざます。さあ、シューフェイロ、シューフェイロ、これもなかなかやってないと分かんなそうですよね。フェイロンはこのオレンジ色なんですよね、派手な色が好き。さあ、遠距離戦あんま勝負をしてこない。え、何出したんだ今。おお、さあ、見てから投げる。シュンさん、もともとフェイロン使い。あ、それ知らないな。え、そうなんすか。おお、いつですかそれ。おー、無理やりいった。これは噂のめくってからの即投げが絶対投げ勝つってやつなんですか。え、そうなんすか。そんな話を最近ニーヤさんがしてましたよ。振り向く前に投げちゃう。あ、後ろの相手は投げらんない。あ、飛んじゃった。劣化神経がない。ミスった。最高、うわっと危ない、めくって、うわー、投げる。シャガ中が見えてる。
さあ次はバイパー龍ですね。え、新谷さん来るのかなこれ。誰誰、あ、見れないってことですかね。いや、スタンドが出る、閉まっちゃうから出るって来ると見せかけてガソリンを入れるだけの可能性。来ると思いますよ、新谷さんなんだから。来ちゃいます。そしたらエキシビジョンですかね。さすがにちょっと遠いんで間に合うかどうか。投げる？バイパー龍は龍がいる戦めちゃめちゃやってるんですが、こういうキャラ相手にはあまり出陣の機会はないでしょう。お、昇竜拳、波動拳、ナイトメアガードになる。ガードになりますよね、それは。おっと、あれ、うわ、逃げ切ったかも。あ、逃げ切った。あ、創造さんにボッコされてフェイロ。じゃあ俺も使うわけですね。じゃあ最近なんじゃないですか。お、竜巻からめくりガードさ。わあ、今のは結構えぐい。使わせた。しかもしっかり迎撃して、うー、飛び越し投げしかやっていないが、さあどうする。すごい下がった。死ぬ。すごい下がった。次はネモ DJ ですね。スタンバイお願いします。さあ投げ、おーい、とホバー投げるけど美味しい。なんだなんだ、さあ機械の画面端の固め、おっと、さあ1ピヨっちゃった。うわ、ピヨった。3ゲットで機械がこれで2連勝。2連勝あ、3連勝3連勝レモ DJ です。レモ DJ、 レモ君のサブはこのキャラだけなんじゃないかなと。え、ネモ君のサブキャラはこのキャラだけなんじゃないかな、ね、以外はほぼブランカですよね。はい、さあ一応これ DJ ピンチです。ピンチ唯一手が出しづらい。しかし無理はしないですね。まあそうですね。あ、はい、あれはダメです。垂直に勝つ、安定して落とせるのは、ね、勝つ技はないです。垂直は、まあ空中で相打ちぐらいじゃないですかね。タッチ強パンの先端とかでもダメですか。あー、多分微妙じゃないですかね。一歩勝ちはしないです。お、逃げるのがうまい、逃げるのがうまい。うわ、めんどくせー。さあ投げる。最後は投げ返しの機会。さあ最後一応返し技ありますけどね。ガードスタートに3回普通にガードになった後はスライディング裏に届きますんで確定。確定です。こけます。立ちしゃがみは関係ありますか。あー、立ってますね。立ちガードで、まあ、しゃがんでてもあの DJ 薄くな変わらないんで。あ、そうなんだ。変わんないです。変わんないんでしゃがんでてもいいと思うんですけど。なるほど。うわっと、さあ事故った。スラの、あー、お、あー、これは出るか。出ます。出ますよね。さすがに横ダメスパコンはそうミスらないです。さあここで2回転ダルシム、ダルシム、さあニカシム、ニカシムだよ。使ってたことあります。ニカシムね、でも最近あんま見てないからわかんないですね。じゃあちょいちょいいた感じですか。あの前はあの2回、2か3シリーズでだいぶ前に僕が
まだまだ弱い頃、まあ今もまだ弱いと思いますけど、はいはいはい、その頃にバイソン以外でいろいろ入ってもらったりしてたんで、しかし状況を見たら、これは、あ、来た、これは、これはダルシムがヤグ縛りモード、これ結構機械さん上手いイメージあるんですけどね。はい、さあアウト、さあプラスからうまい中パン、さあ来た地獄モード、抜けた、スラで対応、あ、やばい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 、投げる、どっち、あーとピヨンの運がいい、高い、超高くて、これやばい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 、あー怪しい、こけて、これスパコが出ない、さあ見てから削って知らない、いやー今のギリですよ、ギリですが勝ちました。なんかスラストで暴れられそうだけど、はい、さあここで鈴木さんのチュンリーですか。さあ鈴木さん残以外見たことないんですけど、さあ機械さん5連勝中です。さあお空中キャッチボール、うわーやらしい、硬い硬い、やらしい、そしてチュンリーも黄色い、さあ来た、チュンリー黄色い、チュンリーが黄ばんでいる、さあピオール、しっかりチュンリーにもコンボ入りました、チュンリーが黄ばんでても関係ねえと、さああれはいいですね、バリア、さあいいか、食べたが撫でられてガード撫でてめくりフラー、おーなんだ、撫で聞こう、やばいぞ、さあダメージをいっぱい取ったところで差がある、さあなぜかゲージがほとんど溜まっていない、おとエンダイパンは、おーゲン、あいうち背中投げられる、さあはい、エッサガです、シノ兄さん、シノ兄さん、さあ機械ベガが6立て中です、これやばいね、ワンピー側、さあさっき X サガット、はい、シノ兄さんの X サガットから始まって、はい、S サガまで来てしまいました、そうですね、さあ相変わらずシノ兄さんは飛んでいる、そうですね、シノ兄さんの V は飛びだと S サガなのに飛ぶ、いやなかなかね、さあ投げる、さあやばいよ、空ぐらい、何かが出ていた、圧迫か、こんなの出ない、さあ飛ぶ、まだ飛ぶ、まだ飛んでいく、わあ投げられる、さ あんまりちゃんと投げる、ちょっと危険だぞ、投げる減る、うまい、さあしっかりベガベガっぽい壊し投げ、さあ今度は打って打って打ちまくる、おっと、さあ引っかかって、投げに行かない、さあガードして、さあしっかり待ってタイミングを測れないようにしてますね、おっと前飛び3回おっと呼んでいたが落ちない、さあやりすぎるといろいろもらうぞ、多分もう上だけを見ればいいはず、おーそうですね、打たなすぎる人にはもうそれで行くしかないですね、はい、さあ運がいいぞ、あー減る、エッサが減ります、さあこれを踏まえて、おっとうまい、うわさあそれだ、中パン中パンからめくりをガードして投げて投げ返す、投げには いけなかったがアフターフォローバッチリ、うまい固めがいい、あと投げられて、まずいぞ、投げて、もう一回じゃない、飛んでくる、まだ飛んでくる、投げる投げる、いやこれが一番です、ハッピーエンドさん、空中をフォローしつつの奇襲ですね、うまかったですね、そうですね、さあやばいねこれ、ワンピー、さあ機械ベガすごいですよ、今7連勝中、そうですね、さあもうあーだってメインキャラに突入し始めてますよ、そうそうですね、
これ止めないとまずいな、まず。さあ、しかしブランカ・ベガといえば、はい、ベガがかなりきついとよく言われるカードですね。はい、しかし、おお、なんだ今のは。さあ、噛んでここから、さあ、もうベガ無理しない。うまい、チューローリングが噛んで一旦離れる。いや、しかし切られて、あー、今度は見ている。うまい、なんだ今の、マジか。さあ、守れるか。うまい、あーと、クーズライだか。あー、やばい、投げる、無理やりいった。いや、でもあれ正解ですね。いやー、もう連勝してるからこその強気ですね、これは。まあ1ラウンド取られ、まだ1ラウンド目なんでありなんですよね。さあ、必要にダブル2で突っ込んでくる。いや、きつ。さあ、なぜかダブル2だけ食らう。さあ、逃げる。あーっと、引っかかって、さあ、4ヒット、しかもローリング。あー、なぜかそこでミスる。もったいないぞ。いやー、さあ、ダブル2、ダブル2。さあ、今のチューチューローリング、確か相当ためがギリギリだったっていう話だったと思うんですけどね。多分あの中足ローリングをギリギリまで遅めキャンセルにしないとたまらなかったと思います。さあ、機械ベガ8連勝です。マジで、はい、やばいです。これは大ピンチですね。いや、機械さんもポイントが欲しいっていうことですね、これは。次、ヒデチュンリー、この辺で止めないと。そうですね、大変なことになるぞ。はい、ただ今ハッピーエンドブランカをなんと撃破しましたんで、おー、シノニーもやられた、分からなく、はい、なってきましたね。あ、さあ、なんか出て、チュンリー使いと思えない。いや、これがチュンリー、いいですね、これがチュンリー使いです。なるほど、よくあの一歩歩いて100列出せますよね。あれすごい上手いなと思うんですよね。さあ、暴れる。危ないよ、前止めあるよ。そう、前に行かないでいいですよ。あ、危ない。前に行くのが最近のトレンドですから。待たない。絶対に殺しに行くっていうあの永瀬スタイル。もうね、はい、永瀬を知っている人は今の中に多分誰もいないですけどね。新人類しかいない。はい、現役プレイヤーでもほとんどいないと思いますよ。そうですか。おっとっと。とりあえず100列を置いておく。さあ、かなり、しかし機械さん仕事しました。さあ、次アゼガイル。アゼガイルはいけますよ。ガイルが先に出てくる。はい、あのまああれです、ダルシムが多いんで、まあブランカはガイルよりはブランカでしょっていうことで。なるほど、そういう感じです。さあ、体力裏剣を当てていく。おっと、さあ、遅めなのか、トルネイリーが早かったのか。飛ぶ、そう、あの飛びかなりいやらしいんですよね。着地に狙っていくですね、はい。さあ、こっからの粘りたい、はい、あ、今の、お、トルネイリーうまい、トルネイリーうまい。まあ、見てから飛びは大体トルネイリーでいけるはずなんですよね。本体に当たればいいですからね。そうですよね、まあ、中盤は怪しいんですけど、はい、間合いが合いさえすれば絶対に。さあ、しかしなぜか溜まっている。なんで溜まってるんだろう、この人。このキャラ、いやー、おー、さ あとは、あ、いやー、ダブルサマーですよ、きっとダブルサマーです。出して死んだ方が良かった。そうですね、逃げられても多分間に合いはしないですね。おっと、さあ、今度は勝つ。さあ、コンボに自信がないのか、めくり当たってんのに背中切りがちょっともったいない。あれ、帰っちゃうんですね。
アイドのジャンプ中キックにゲンキックが一方勝ち。おうまい、今のいいタイミング。さあアゼチューに対して今度は出さない。この辺がアゼチューの職人芸。おお、あ、あれが あれです。相手はもうソバット使いがかなり重要ですよね、この勝負。前も後ろもかなり有効に。さあいきなり投げて、受け身がない。チュンリーの中足払いには前ソバット、ゲンキックには後ろソバットが勝つという仕組みなんで、そういう感じです。さあ踏む、踏んだ、踏んだ、踏んだ、悪い、踏んだ、踏んだ、踏んだ。おっ、さあ飛んで相打ち、しかしガードでいい。そう投げ抜けから、いやー出しちゃった、出していく、中盤見えた。さあ次、イロハさん、はい、イロハさん S ガエルです。ヒデチュンリー VS イロハ S ガエルでまだまだ 2P リードですね。はい、まだ12対9ですね。12対9。さあヘル S ガエル取れるレディーないけど、ちゃんと今中キックで落としてましたよ。おお、さあしかし S ガエルめくりがないので待つ、待つのみ、ひたすら待つのみ。うまく待ちたい。さあ安い投げて、これはさあ最後の選択は良かったですね。踏みつけ食らって即ジャンプ。そうですね、相手にはなりそうですもんね。多分今早く飛んだのが良かったなと思います。高さが足りないと多分チュンリー側の技勝っちゃうんで、上に、はい、いるから無理ってやつです。おー、さあなんかイロハ S ガエルが、おこっちも職人芸。うまい、うまい。あ、一つのミスで刺さると半分減るぞ。さあ、さあ裏剣入らない。うまい、うまい、うまい、うまいけど安い。体力が負けている。さあ、完全に実力ではSガエルが上です。あー、おー、うまい。職人すぎる。見えていた。いやー、華麗な、華麗なチュンリー使いの動きでした。さあ。そうですね、コンピューターっぽい動きでしたね、今の 1P 側ひどい、もうキツモン調の、はい、来てますね。下手すぎるんだけど、こいつと。しかし、出てくるのはテ・ダルシム。さあ、これはどう頑張っても五分とは言えないですね。これどうやってやるんですかね。染まったとめくりがないんですよね。やばいですよ。おお、この2人は、ファイブオンで組んでいましたので、ファイブオン、うん、あのかける5。あ、そうなんですか。タコ様チームじゃないですか。あ、お、開幕はタッチ中キック、うまくダメージを取った。はい、エスガエルもやっぱりちょっとダメージ大きいんですかね、攻撃力が。ちょっと高いような気もしますよね。だとすれば空中戦でうまいことうまく リードというか相打ちでごまかしていくのはありかもしれないですね。さあ今のは当てたかった、読みで動くしかない。さあさあフル技が中足ぐらいしかない。エロいな今の。さあ寄ってもバックジャンプですぐ離されて立ち競技くれんな。ファイヤー打つ必要なしですね。しっかり仕事さ。次が、破天荒流。さあ破天荒流。さあ画面端に引きこもって。いきなり引きこもっちゃうとどうしてもゲージが溜められないんで、
ゲージを貯めるだけのスペースが欲しいところ。あっと中小流使ってしまう。インフェルノモノグライ、なんか出しちゃった。カメラは一生機械さんのドアップにしてます。いやいいですね、大人気ですね。さすがはリーダーですね。リーダーをちゃんと示してくれるカメラですね。おっと、お、勝利当てた竜巻昇竜中ゴス。破天荒さん中ゴス起き上がりに夢に好きですよね。インフェルノ今度ガード、だが真空チャンスが来ない。ドリルドリル。さあ次トネピーキャミーです。キャミー、キャミー、さあキャミーにダルシム。キャミー的にはなかなかいい感じの当たり方ですね。ただし両方ともなかなか手応えのなさそうな戦いですよね、これ。手応え難し、両方難しそうな気がするんですけど。そうですね、キャミーのこの明日を見ない勝ちパターンっていうのも、そうですよね、やりに行かないといけないんでね、はい。さあここは慎重。そう見えてる、やばい、ファイヤー見えてる、やばい。フーリガンはチョップだとやっぱ安いですからね。そうですね、安定して落とせるのが、まあ、その2つの技ぐらいしかないので。さあスラストスラストファイヤー打ち切った。さあトレピーが、キャノンが出ない。トネキャミーが、キャノンが出て逆襲、投げてフーリガンチョップ、見えてる、出る、うわー、いやー、福山龍普通に対応で勝ちました。福山龍ですね、はい。あ、クレジットピンクよ、ピンクを30回ぐらい大丈夫です。30入んないから。あれでもスイッチだと9以上入らなくないですか。あ、入んないですか。入ってる、入ります、入ります、入ってるか。お金だと入んないっぽいですけど、ボタンだと入るんですよ。おお、あれめっちゃ連、家でめっちゃ連打した時9のままだったことよくあったんで。おお、さあしかし手さんが普通に動いてる。うまい、なんかやった、投げ抜けしてる、ガード硬い。おお、うわーっと打っちゃったが、お、逃げる、打たせて見てから竜巻は、 あの場合は無理でしょう。タスキョキック、タスキョキックのスカリに波動拳を打ち込めればガードから、おお、さあ減っていいですね。あの波中パンチは当たったらピュールかもしれないので。さあ早かった、突き抜ける。さあ反応間に合わなかった。スラスト、大スラスト、大スラスト、ガイも間に合うんですか。あれ大丈夫でしょ、結構早いね。キャンセルかかるってことは5フレぐらいじゃないですか。さあ、おお、これはインフェルノ出したかった気がする。さあ取りって、おお、ヒーチューパンはいい選択。さあ厳しくなった、クータスで一発で逃げる。さあこの距離からだと龍は勝負できない。はい、見てからのみです。さあ巻き込まれる、中ゴスった、おー、つないだ、つないだ、超渋い。さあネモブラ、これはあれですかね、コソ連の成果ですかね。僕でも実戦であれやってるのを初めて見ましたね。おお、そうですか。ちゃんと壊しにしてるっていうところがかなりポイントですね。ダルシムは壊しないと入んないんですっけ。いや多分中足だとほとんど入んないんじゃないですか。ザンギフェイロンぐらいじゃないですかね。
ヒットバックでも離れすぎて大体入らないんで、あれ。なるほど。さあ、ネモブランカが、15番手ですね。福山が12番手なので、まだちょっと勝ってる。スピーリード。波動が確定取れない。さあ、リードしている。ブランカに対してさあ投げに行ってたと思う。あの第5スランプはグッチさんが開発したやつですね。スライディングとかローリングも全部潰すんですよ。おお、あいつで勝ったの。でもあ、置いとくんですね。で、困ってブランカが第5スずっとガードするじゃないですか。はいはい。ものすごいゲージ溜まるんですよ。ああ。おお。さあ待って待って、先に投げる。電撃当たらない。あ、うまい。あと一発。出ない。あと一発。おお、見えている。ネモ勝利。声止めが。一応あのダイゴスに、小江戸さん、小江戸さん出番です。なんか昔 A4 さんがダイゴス、まああれ昇竜の前に行く移動のダイゴスを後藤さんが出してて、はいはい、それにチューローリングを出すと、はい、なんかその後の波動が確定しないみたいな。あ、先端で食らうと確定しなくなりますね、はい、みたいのがあるみたいで、 F4 だけはそういうことやってました、ね、はい、逆にそういうの狙ってたみたいですね。さあしかし、おお、修行が、小江戸オメガが行って、修行が、さあヒデチュンリーと対戦してる場合ではなかったかな。ヒデチュンリー出てましたっけ。もう終わりました。アゼサマーにやられました。アゼサマー。バックジャンプ中盤から、おお、潰す。潰して繋がったぞ。え、バーチカじゃなかったってことですかね。ということはもう電撃しかないですよね。あれだと地上やられだと電撃しかないです。おお、繋いだ。激しい機械流。まためんどくさいのいますね、この。出ましたね、機械竜。今日はガイルなし。はい、びっくりしました。まあ竜の方が強いですからね。そうなんですか。 2P の機械竜ですよ。まあ、2P 取っちゃえばそうですね、はい、2P はね、猛者クラスあると思います。あー、なるほど。おっと、しかしピヨっちゃうぞ。おー、おしゃれ、おしゃれすぎる。バックステップローリングを見せつけていくスタイル。さあ時間がない、時間が減ってきたのでここは無理をしない。スライディングガードで入ってしまう。おー、怖っ。あさあ、な、何を狙った、投げか。そうですね、ブランカにあそこで昇竜ガードされると格はもらうかもしれないんで。さあ、いっ、お、お、そう、あれしかない。どう考えてもあれしかない。 1P に行った瞬間やべえって言ったんで。行った瞬間です。自分から行ったのに。はい、何にも起きてないのにやばいって言いました。さあ、昇竜出てないぞ。もう何もないとこからの飛びを毎回やっぱ厳しいですね。スライディングはガードになる。おっと、一発当たったが、あの当たり方だと大きい攻めに行けない。おお、おお、うまいからの、あー、当たっちゃった。飛んで長州にパクられたというあのキックですね。あ、元祖ジャンプジャッキック、元祖。もうあれから覚える人を多数みたいな感じですね。
ったらダメなやつですよ。おお、うまい。お、惜しい。あー、先ほどから、あー、硬いですね。硬くなってきましたよ、中距離戦を徹底。スライディング入る。おー、あー、ピョンナイ。うん、悪しい。あー、あれ、大ほぼピヨなんですけどね。そうっすね。鈴木さん、お、鈴木さん残儀。ここで出てきました鈴木残儀。結構普通の龍残儀をやってますね。ピオレよってまあそうですね、そうですね、みんなそう思ってるんで大丈夫です、はい、おお、強いな。さあ、そうですよね。あれ、レンガーになりますか。弱だと分かんないです。分かんないですよね。まあ、中にしとけば、うん、まあ、大パンか大キックか、なんでもいいですけど、弱は微妙ですね。ダブラリ入る。我慢した。おお、しかした、立ってた。端で立つのは熱いですね。うまい、勝利出る。あ、真空が入る、減らない。鈴木の命が、あとローソク1本。あー、ローソク半分。さあ、溜まった。あら、あー、前に行けず。今日機械さん強いな。シューさん、さん、やだな、やりたくないな。これやりたいと思う人あんまいないと思うんですよね。強いんすよ、ま、本当に。まあ、この間アベビンさんも言ってたんですけど、はい、危ない以外は強いって言ってた非常に的を得た言い方だなと。あ、早いやつが来て、昇竜出してた。勝利あれ真空でしょ。真空だと思いますけども。うわー、出る、あー、出る、抜けられない。まあ、削り角に見えましたね、今のは。さあ、後ろのバイパーさんが心配そうに眺める。今日一番勝っているのは機械さんですね。ダントツですね。さあ、勝利落として、画面端から出てこない、出てこないのに体力勝っている。はい、いやー、めくりから、あれはピオコンですね。さあ、下がってるのにこんだけダメージを取れるのは何か不思議な秘密があるんでしょう。これからあの梅原漫画登場ありえますかね。これから機械龍が、はい、やっぱカラス飛んだりするんですかね。お、いやー、差し込んでる。すごい、やりづらそう、やりづらそう。 う飛んでる。うー、流れで持っていく機械。ピンチ、バイパーホグ。バイパーさん頼みますよ、これ。いや、しかも一周しちゃいましたよ、ステージ。あ、本当だ。次僕バイソンなんで、バルログステージ、ね、ステージになります。いかん、いかん、バルログはいないです。あ、僕が負けなければいいんだな。
おーおーあっ今度第1位体力はバイパーリード。第1位着地昇竜。うまい。さあスパス回していく。さすが本職の職人。ワンピーガンはあと3人しかいません。うわっとマロスより出す。しつこいやつだ。そして中ボスを埋めたりいろんなことをやってくる。真空をため切ってプレッシャーが増えたが、コントロール全部全ガード。おお今の危ない。回せない。真空出された。さあどうする。さあゲージが欲しい。ゲージ欲しい。ゲージ欲しい。ダイヤシ当てる。ザンって言いました今。おお。バックジャンプ真に上。ダイゴス真空溜めたからには使う。バイパーホークがさあいつもの悪い癖が出ている。昇竜が出したい。一瞬でゲージ止まります。おっとコパン大群。お、ってい行ったからの大変。普通に行った。止めたのはワイパー。アゼブランカ。さあブランカ、あクレジットピンクです。さあ思わぬところでブランカが機能すると願いたい。さあこれ1-2を争うほどフォーク側が嫌なカードだった気がするんですけど。さあなんか食らってる。そうですね、あれドミッチャクでローリング食らうと台風が確定するんですけども、まあ置き攻めはなんか埋める。ピオル。うわ置き攻めはなんか埋めるしかないみたいですよね。なるほど。橋中央は全部バックステップで終わりなんで。バックステップ終わり。バックステップの着地を捕まえることが。おお。そうこれです。噛みついた。噛みついた。これタクになっちゃいますね。はい。さあ守りに入るとバイパーホック強いぞ。いやーへーっとわざわざ。さあサブキャラのブランカぐらいはぶっ倒しに行きたいでしょう。さあ回せない。あのしゃがみジャックパンチがね、うまい。バイパーチョップ。めぐりは行かなくていいし。中足がつながってないけど怖い。ピオリチ。あっ怖い。これはやばい。やばいやばいやばい。あーガード狙ってましたね。いやー今の危ないですよ。ゲージありましたからね。さあ2回転バイソン。2回転バイソンもう副賞ですね。さあ2回転バイソンと鈴鹿ダルシムのみです。さあここはしっかり止めたいところ。さあ見てからジャクオアで。さあゲージを貯める。ゲージが貯まる。さあもう前に出る必要がない。さあ相打ち OK なので。さあクーリムキクレイジー。さすがにメインキャラなんでこういうことはやってきますね。さあゲージダメ。
さあ全部もらってる、繋がってない、飛んでる、大足もらって噛んで、もっと前捨てバーチカル、さあこれわからないぞ、さあ鈴鹿さん超ヒヤヒヤ、ブランカー、さあ2回転さん、さすがに止めたいところ、さあ果敢に攻めていく、さあローリング噛みつき入って、さあ透かして噛む、まだ死なない、なんかあれオファーが出ない、あー危なかった、非常に危なかった、さあここで、草エズホンダです。いやー面白いですね、いやーいいキャラ配置でしたね、さあ 1P 側じゃない 2P 側、完全にダルシム対策のキャラ構成、ダル2体はやばいということで、ダルに行けそうなのを全部後ろに置きました。さあしかし、しかしエズホンダで攻め、うまく攻めれないのか、さあすごい、これは本気の色なのでいけている、いやなかなかクレイジーを出さなかったんでやりづらくなってましたね。さあしかし草ホンダの張り手は長田仕込み、ショーパン張り手が自在に出せます。さあこけちゃう、こけてもあの一応 X よりはピヨったりが起きづらいのでまだいいといえばいいんですが、鳥かごっぽくなるのが非常に厄介。さあショーパン連打は止まるが安い、さあ地上ヒットしてしまう、さあ次グッチリュウ、グッチさん、さあここはぜひともステージを変えてほしいところ、さあ前ジャンプくぐって、さあゲージが溜まっている、ヘッド引っかかる、さあ大足竜巻は勝ちます、投げる、さあヘッドまた引っかかる、中盤波動で竜巻、わかんない、竜巻振り向いた、さあ引っかかって3ヒットしてしまいます。あれ結構逆には出づらいと思うんですけどね、うまく出しましたね。さあオアが入っちゃう、相打ち、さあこれは運が悪い、オアで竜巻投げて、さあゲージがあるので大足が振りづらい、さあ大パン、あーいたけど3段目で開いた、さあ中ボスなんだあれ、あー飛んだけどいやーバイソン持ってきましたね。さあ次、トネピーホンダ、いやーこれは盛り上がってまいりましたね。さあトネピーホンダはあと残り3人です。
さあ中足がうまく、さあ飛んでしゃがみぐらい、さあ運がいい、運がいいとしか言えない。おそらく何かオア読みだったと思いますが、さあなぜか頭突きが入って、さあ俺は雪の風張り手が出せるんだと。さあしかしバイソンも応戦、さあ頭突きがまた入って、さあヘッドリーバーサーアントビになってなかったか。さあ次大将鈴鹿ダルシム、さあしかし難しい、ステージがここです。なんで食らったか分かんなかったんですよ。頭突きですか。はい、ガード、そう、まあアントビできてたように見えるんですけどね。さあ焦がして、あしかし死んだ、あーっと掴む気合い、トネホンダ強いですね。さあここはまあしょうがない、メンバー早い。さあこれはステージの速さで押し切りたいところ。ホンダ前回は白龍を撃破、今回は東西戦を締めてしまうのか。入る、うわあ、さあミスる、今のはワニ系コンボができず、おっと釣られた、釣られて反撃がない。さあガード出さない、おっと投げる、受け身取って弱頭突きが当たらない、殺しに行きたい。おお、100列でリーチ、うまく相打ち、鈴鹿さん頑張って、やばいやばい、ズースキ入る、ズースキが溜まってる、ズースキひたすらズースキで、さあ鈴鹿が立ち行き確定を取るが、その後が読み合い、ファイヤー1、ファイヤーがガードできない。お、危ねえ、フレーム、さああと一発、これは困るよ、無双がたまったなんとか勝利、危ない危ない。トリピ超強いんだけど、あとはね、あとは先生にね、先生方にお願いして、先生と大先生がいるから ね。副将は譲る、あダルシム対 DJ、 あと譲るさん、あと2 on 2だからこれね、あと2 on、 あと1人だよこっち、そうそう、これあと2 on だからもう向こうがもうなんか1人減ってる感じでね。はい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 、全乱、はい、裏投げる、あともう守りでいこう、うわっとインフェルノ離脱、脱出ボタン、うわーそれそれ、オーマイ、それなそれな、埋めていく、飛び一回でイーブンじゃないですかこれ多分。おっと、どうなる、熱いぞ、ゆずるやっていこう、おー、ここは飛びをなんとか落として、鈴鹿はやっていく、スラダイクしっかり、まあまあ、お近かった、はいはいはい、固めて、あーそれ痛い、リーチ、ゆずるちゃん肘違う、上、おーうまい、いいフォロー、いいフォロー、お飛んでくる、このスピードで飛ばれるとやっぱ埋めてさっきも埋めたけど投げられたんですけどね、ゲージが欲しいですね。はい、頑張った、溜まったよ、危ない、危なかった、いい判断、
や強気に打ってくる。ちょっと怖い。さあ遠距離戦、遠距離戦で体力はいいやー、そのフレーム減ったフレーム大事、フレーム減りましたね。さあ対象戦、フレームは大事、フレームは大事。お、川島さん来たね。対象戦でいいんじゃないですか。最後ですよ。さあ対象はビレー、攻撃ファイナル、攻撃ファイナル決勝戦、レディーファイ、ホッピーの最初はってやつですね。攻撃だからね。おお、あーヘビある。まあ安く済んだ。やりに行く。さあ、ロテンション悪けどどうする。まあ下がるよね。はい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 、ナイスガード、チョップ、いいチョップ、飛び越えられなかった。鈴鹿が先にリーチをかける。飛び越えられなかった。いいチョップでしたね。ドリッテは先に切り出せる。早くない？おー、テンションから裏、おー見えない。暴れて背中で暴れる、強い。ヒヨリを、危ない危ない。あーっとカードで頭頭突きをいまいち返せてないが、あーやったか。これどうなる、これなあれ中取りで反撃するともう投げ方なんで ね、気まずい。頭ドリルが有効に、あーっと暗い投げ、暗い投げ、鈴鹿がやりきった。というわけで今日はワンピー勝利でーす。お疲れ様でーす。とりあえずイベントはここまでで、あとは後で楽しんでください。ありがとうございました。Thank you.
だけだから今回は。Oh!
Yeah.
もう何、もう初期からもうこの流れがあるんだ。水の流れもある。指のポジション取りがわかんない。斜めね、斜めとこの押してくこうね。あ、押すと勝手に上にも行くってことね。パーク、パーク、それが分かればこっち止まらない。パーク、パーク、パーク、上押してたら上下左右あるんだと思った。ここ抜けようってのがまず間違いなんだよな。これは深井さんが用意した楽なルートを通る。楽なルートを通るのが効く。そう見た。コース取りできるようになってる。絶妙な人配置だな。
無理やろ、無理やろ、ここ無理やろ、今のちょっとぶつかったな。勢い大事だな、乗りで行った方が。そう悩むとなんか一つのに何か敵が迫ってくる。違うルート行ってみよう。じゃあこっちきついな、ダメだな。Thank you.
Yeah!
Thank you.
あ、はい、入ってんのかな、これ。じゃあ、配信止めますよ、はーい。